一村光一郎は、日本の政治家。日本維新の会所属の元衆議院議員、元国土交通大臣政務官。福岡市出身。福岡大学附属大法理高等学校、一橋大学社会学部卒。松下政経塾第9期生。1993年に、松下政経塾卒塾後、日本新党政策研究院を経て、 新進党政策審議室に所属。1995年の阪神・淡路大震災時には、阪神・淡路コミュニティ基金事務局長として活動した。2000年の第42回衆議院議員総選挙で、兵庫6区から民主党公認で立候補するが、自由民主党公認の小池由里子に敗れ、辞典。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、 兵庫五六区から再度立候補。コスタリカ方式で比例近畿ブロックに回った小池に、代わり小選挙区で自民党の公認を得ていた坂上義秀を破り、初当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、東京十区へ国会した小池が、後継指名した自民党新人候補の小引氏に敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで、 復活当選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、小引きらを破り小選挙区で参戦を果たす。同年11月26日、日本ユネスコ国内委員会委員に指名。2010年9月21日、韓第一次改造内閣で国土交通大臣政務官に就任。災害対策、住宅、開示、公安、航空行政等を担当。 2011年3月11日、東日本大震災発災に際しては、当日から被災地に入り、政府現地対策本部長代行を務めた。2012年の第46回衆議院議員総選挙で、兵庫6区から民主党公認で立候補するが、全国的な民主党への逆風の中での選挙戦となり、前回の選挙の3分の1まで、得票数が激減。 自民党新人の大串正樹、日本維新の会新人の杉田水脈に次ぐ3位となり、比例復活もできずに落選した。その後、2014年6月末の党籍更新手続きをせずに民主党を離れ、第47回衆議院議員総選挙には、兵庫6区から無所属で立候補する意向を表明したが、選挙協力や公認を得ることを模索していた第3。 局の浸透結成が実現しなかったため、立候補を断念した。2016年12月13日、日本維新の会衆院兵庫ロッ区支部長就任が発表された。2017年9月30日、第48回衆議院議員総選挙の日本維新の会第一次公認候補として名を連ねた。兵庫ロッ区から出馬するも落選。ありがとうございます。